じゃあとりあえず行ってみるか。まあ地獄級から。でまあ、あ、一応親友の人にしとこう。行ってみようと思います。何度か参上。お、いきなりからこれもうあえていきなりからもうなんか残り一旦とか言ってるから、もうしょっぱな本気出していいかな。これもうしょっぱな本気でいいよね。これもう、はい、闇属性吸収、鬼神化の秘術、次の攻撃に備える。あ、ちょっとこれ怖いなけど、ちょっとここは慎重に。まあ回復トロップを貯めて、でああでも闇吸収打てるからこっちだけでいい。右のやつ倒すだけで、まあよかったね。で次これ、まあここはちょっとスキルダメとかするターンとして割り切ってみるか。あ、ミスった。え、2ターン。今の痛いな。今のターン数稼げてないから痛いな。あー、これがきつい。まあでもあと極限種2体の火力でも十分いけるし、じゃあ行きましょうか。攻撃いきます。2体で60万。お、ナイス。この不死鳥ってやつはどんぐらいの火力があんの。さあ盤面5コンボ、イモータルフレーム。あ、ここはなるほど、回復ドロップいっぱい増やしてくれるねんな。これ6、こいつの情報は6ターン目に即死技を打ってくると。それ以外は特に警戒する必要はないであるなら、これ OK。 回復ドロップも結構残った。各位置で持っていく。え、狩りに出てきてんけど。狩りにはちょっとやばない。みんなスキル溜まってきたな。あ、やば。やべ、ちょっと待って、今4面か。4面だったらちょっとスキルなんか使ってもいい気がするな。今若干ラグが発生した。ただちょっとここ大量消しで。あー、カリンの一発でかいけど、でも3ターンでこれだったら全然ぬるいよな。3ターンでこれやったら全然ぬるいな。ここじゃこれ仕切り直しで。まあ、回復と闇でいけるやろ。20万。ああ、全然効かんや、全然効かんや、全然効かんやんだけど、全然効きませんけど。てか確かその主人系ってパーセンテージ以下になるとなんか一発技使ってくるから、ちょっとそこだけ気をつければ。まあドロップいっぱい消しては、でも全然回復ドロップ押していけへんな。焼却、何これ。まあちょっとこれで試し、これでやってみて、
でもし回復ドロップ全然来なかったらもう、もうなんかスキル使っちゃっていいかな、これ。スキル使っちゃっていい気がすんねんけども。あー、来たけど。30敗から即時技やんな。ちょっと待って、これギリギリ、ちょっと待って、これね、ここで、下手に触るとやばい気がするから、そう、中途半端に消すっちゃうとちょっとやばい気がすると思っていて、なんでちょっと回復ドロップを4個消しまでにしといて、オッケー、これで回復をしつつ、お、いいね。全員各位置。ランダムなんかな、それとも8000から1万3000って間の中の、まあなんかその狩りの気分次第でなんか変わるみたいな。気分やすぎるわ。お、いい感じに回復ドロップ来た。もう常にこの回復ドロップをチャージする。あー、まずいな。ちょっとここはもうスキルを貯めるターンにとしても割り切ろう。スキリングを貯めるターンとして割り切る。あ、もう消え、もうちょっと消えたらあかんで。よし、まあいいか、これで。あ、やばい、闇が消えない。消えた、よし、ナイス。私はぷよぷよは得意ですけども、パズドラは初心者なんで、皆さんに非常にお見苦しいプレイングをね、することがありますけれども、ちょっと多めに見ていただければなと。ここはもう楽だね。もう一回ナイス。これでどうや、50万、よし。ここのカリンが出るのが確定なんや。だったらまあちょっと、もうなんかさっきスキルをさ出し惜しみして負けてもうたから、ちょっとここも余すことなく使っていった方がいいんかな。回復ドロップ、これもうちょっと緑分けるか、緑じゃない、闇分けるわ、闇2つに分けるわ。闇回復を 2コンボずつ作る、そういう感じでいこう。全然できなかった。うわ、やばい、これちょっと待ってやばいな。これもスキル使った方がいいっすね、これね。列を作るべきだったなっていうか、今のところはな。これもスキル使いましょう。ラストジャッジメント、あー、もういらん。
坂に突破しました。この段階で極限師からのパンドラっていうコンボが2回使えます。もう使っちゃっていいんじゃないこれ。なんか若干訪れしてるぞこれ。あーこれもう確実だ。これ多分200万いくわ。290万ダメージを半減。ダメージ半減とか言ってるけど、半減でこんな効くんかい。あーもうこれ余裕やな。ちょっと待って、これも余裕。スマイルからの秘密の箱からの神の一撃。はい終了。はえ、なんだ、なんだ、もう意味不明。